サイヤ人との戦いにより命を落とした仲間たちを生き返らせるため、ゴハンたちはドラゴンボールを求め遠くナメック星へと旅立った。だがそこにはフリーザ一味やベジータまでもがドラゴンボールを求めてやってきていた。ついに全宇宙も巻き込む大激戦の幕が開く。様に何の用だ。こうなったら俺が戦うしかないか。まあいい、とりあえずぶっ殺してやるぜ。ちくしょう、なめるな。よーい、始め。
ちゃ、ちくしょう。何者なんだこいつは。ベジータ貴様よう、ずいぶん久しぶりだったな、ドドリアさんよ。貴様はここから消えてなくなれ。殺されたくなかったらな。何を怯えている。なんでさっさとかかってこない。この俺を見くびるなよ。よーい、はじめ。ベジータごときがこんな。フリーザ様。よう、ずいぶん久しぶりだったな、ザーボンさんよ。ベジータ、貴様なぜフリーザ様に逆らおうとする。簡単なことだ。俺はあのフリーザって野郎が前から気に入らなかった。愚かな、フリーザ様に勝てると思うか。貴
聞いたぞ。フリーザはサイヤ人を恐れている。サイヤ人パワーをたった今見せつけてやる。よーい、始め。この程度で手も足も出んとはな。驚いた。確かに素晴らしい神秘だが、そのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。ザーボン様、あんたの死はもう近いよ。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。いくら貴様が戦闘力を上げたとしても、変身した私には勝てるはずがない。サイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。よーい、始め。こっちだぞ。うわっ、おお、やめるな。うわっ、
ベジータ、おのれ、よくも、ベジータ、私は。試合場のゴミ拾いみたいなもんかよ。しょうがねえな。あ、僕が相手だ。かかってこい。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よーい、はじめ。試合場のゴミ拾いみたいなもんかよ。しょうがねえな。何を、地球人を舐めるなよ。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よーい、はじめ。
てこな顔しやがって、やる気はあんのかよ。お前キモい、息も臭い、喋るな。なんだと、このグルド様に向かってチビのくせに。もう許さねえ、泣くほどいたぶってやる。よーい、はじめ。僕の初勝利、フェンさん褒めてくれるかな。